こんにちは。第73世竹内俊介、竹内睦弘です。私は、まあ、数十年ぶりにブランコに乗っております。ブランコで靴を蹴飛ばして遠くをみんなでやったりもしてます。こういう遊具というものは非常に楽しいものです。でなぜ今私がここにいるかというと、それはやはり教育の問題であります。こういう遊具というものは非常に大切なものです。こういうのがみんなを楽しめます。子どもたちを、幼児教育も重要です。そういったことで、まあある意味ブランコはとても危険なものになります。でもそういったものもあっていいんじゃないでしょうか。それは子供の方がブランコ乗るのがうまいということです。私みたいにずっと滑り落ちるっていう状況にはなりませんから、子供の方がブランコは上手ですよ。児童教育において遊具というのは非常に重要です。私教員免許を持ってますので、児童教育法とか、まあ、いろんな家庭の心理学とかも含めてやったのですが、子供はなかなか大人のことを知ってます。逆に大人の方が子供のことを知りません。今日の外伝は、実は男の方が甘いってことを伝える、そんな外伝しました。これまたこけそうな気がする。ブランコこいでたら怖いわ。そうなんですよね、子供の方が優秀なことっていっぱいあります。大人もまだまだ勉強しないとダメなことがありますね。それではまた明日。